それではまず開会の挨拶より始めさせていただきます。ソニー株式会社ビジネスクリエイター室室長下村秀樹さんによる会の挨拶でお願いいたします。準備の間、下村さんの略歴についてご説明いたします。下村さんはソニーでアイゴやキュリオと人工知能の研究開発を15年にわたって担当いたしました。現在は同社のビジネスクリエイター室室長としてソニー グローバルエデュケーションズやベスウォッチなどにビジネスリーダーを送り込むなど新規事業組織マネジメントで活躍しております。それでは準備よろしいでしょうか。はい、よろしいです。では下村さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ソニーの下村と申します。まだ着席してない方もいらっしゃるようですが、ゆるりと始めさせていただきます。今回このイベント新年明け第2週の土曜日の夜、しかも今日寒いし、まあ多分寒くなるだろうなと思ってたんですけど、一体何人来るんだと、大体すごく心配をしておりました。でやっぱりイベントやるからにはたくさんの人に来ていただきたいので、テーマとしてはシンギュラリティという非常に、将来を見据えた議論ができるものを用意したんですけども、来ていただけるのかなと思って心配してましたが、結果蓋を開けてみると200名以上の応募があって、多分今日200席満席になるんじゃないかと思います。それほどの、なんていうんですかね、皆さんが興味を持つテーマであり将来に見据えて議論したいという方がこれほどいらっしゃるということを再度認識して、ある意味気を引き締めて今日のイベント一日、運営していければと思っております。で私自身、どういう人間だったかというのをちょっとお話ししながら、今回の開催の経緯それから今日の内容について皆さんとシェアしていきたいと思っております。まず私自身ですが、先ほどもちょっと紹介ありましたが、ソニーでロボットを作っておりました。でついこの間1月11日にですね、新しいアイボが出ましたけれども、私が関わっていたのはその前の世代のアイボになります。でこれを本当に作ってた人間の一人でございます。その後人工知能の研究ということでかなり深い研究をしておりました。今、全能アーキテクチャ、若手の会の皆さんが興味を持っているいわゆる全能アーキテクチャに近いものですとか、発達していく知能の構成論ですとか、そういうことを本当に真面目に研究していた時期が5年ほどございます。でその時本なども出版したりしておりました。その後ソニー内では、研究の方から少し距離を置きまして新規事業の方に、移りました。新しい事業を立ち上げていく組織を任されまして、いくつかのプロジェクトを推進しておりました。今皆さんがひょっとしたらご存知かもしれないものの中では、左側にあるメッシュという事業ですね、ソニーで行っている事業、これとか、あと右側にありますドローンの測量を中心とした事業を展開している合弁会社エアロセンス、こういうものの立ち上げに深く関わってきております。なので新規事業を作った経験もある程度はあるというようなものでございます。その後もう少し大きなことをソニーとして仕掛けていく、また自分自身も成長していく、周囲も一緒に成長していくために広いつながりを持ちたいと思いまして、シンギュラリティ大学というところとお付き合いをすることになりました。でこの際には今日、登壇するジョバンさん、それから斉藤さんなどにもご支援いただきまして、実際にシンギュラリティ大学まで出向いていって、そこの CEO とお話をして、ソニーがぜひスポンサーをしたいということを申して、グローバルインパクトチャレンジの日本版、ジャパングローバルインパクトチャレンジという日本でのイベントをスポンサーすることになりました。でこのことを通してやっぱりシンギュラリティというものそのもの、またシンギュラリティの時代に対して我々はどんなことをしていかなきゃいけないのかについてかなり深く思う機会を得ることができました。でこういった中で、先ほど言ったジョバン斉藤さんともつながってずっと継続的にいろんなアクティビティをしてきておりました。でほぼ時期を同じくして、これもまたひょっとした縁からシンギュラリティ、全能アーキテクチャ若手の会のメンバーの何人かと知り合いになりました。やっぱり近いことを考えている人たちは近いところにいるということで、出会うことになりました。特に前代表の大沢さんですね、初日いきなり会ったその日に、かなり泥酔状態まで飲んだくれて、かなり深い議論を内容全然覚えておりません。ただ深い議論をしたという記憶のみが残っております。そしてさらにその後カラオケに行ったらしいと噂がありまして、私は何かこうかぶり物をして歌ったというような記憶が、私にはないのですが大沢さんには残っている、そういう断片的なお付き合いから始まりましたが彼が
主催してこの間開いたミニドラの会ですね、ああいうところにも私顔を出させていただきまして、やっぱりこのメンバーたちのアクティビティのレベル感とそれから熱量非常に高いものがあるということで、こことも何か一緒にやっていきたいなと考えていたところ、彼からもいやぜひやりましょうよと、あ200人300人集められますよ、わけのわからない強気な発言を聞いて僕も乗り気になって、でそしてさらに斉藤さん序盤に声をかけて、じゃあ一緒にやりましょうかということになって、今日の会が開かれたという経緯になります。ちょっと長くなりましたけど、そして今日のテーマ何にしようかといった時に、やはりシンギュラリティでしょうと、これから我々がまだはっきりとしない中で、でも必ず迎えるんじゃないか、いや迎えないかもしれないけれども、その方向に何があるのかみんなで議論すべきだろうというテーマとしてシンギュラリティを選んで、今日テーマとして議論することになりました。とはいえシンギュラリティについて皆さん自信を持ってこれだとかこういうものだと言えるでしょうか。実は私も自信を持っては言えないです。なので議論する必要があると思います。でよく世の中で言われるのは、たくさんの視点からたくさんのレベル感で語られます。でこれのどれかが合ってる間違ってるかを、まあ、議論するというのもありかと思うんですが、なんかそういう議論って果たして意味があるのかなとちょっと思ったりしています。なので今日はいろんなシンギュラリティというのを知ってもらうと理解するということも大事だと思いますけれども、もう少しシンギュラリティを構造的に階層的に、例えば原因と結果で捉えるとか、そういうことも必要なんじゃないかと思って、今日のパネルの方につなげていければと思っています。で私が今思っているシンギュラリティについて少しお話をさせていただきますけれども、バッといろいろ調べてみた中でウィキの定義は比較的ちゃんとしてるなと思いました。なんか何でもウィキ調べればいいってわけじゃないんですけど、いろいろ調べた中で私なりの知見でウィキの定義は悪くないと思いました。人類の進化の速度が無限大に到達したように見える瞬間、このことをシンギュラリティと呼ぶというのが、ここに書いてある一番、まあ、中心的な内容かと思います。で実はこれはレイ・カーズワイルさんが言っている、もともとレイ・カーズワイルさんがこのことを言い始めたというか、しっかりと定義して、本に書いた内容なんですけれども、そのこととかなり深く合致しています。でこのことは今日登壇される斉藤さんの本の中でも全く同じ記述になっているかと思います。なのでシンギュラリティというときに、私の今の理解ですけれども、このことが出発点となって議論されるべきなのではないかというふうに思います。でシンギュラリティの時代が起こったときに、例えばですね、ロボットに管理される社会になるとか仕事がなくなるとかいうのは、こういうことが起こす結論結果の一つで、それがどういう時期に起こるかとか、どんな風に起こるかっていうのは、もう少しその背景原理を理解して時間変化の中でどのように変わっていくのかという議論をちゃんとすべきじゃないかというのが、ちょっと私が今思っていることです。で今日そこまでの議論できるかどうかわからないですけれども、私自身はそう考えております。で今、言いましたけれども、シンギュラリティの議論のポイントっていうのは、シンギュラリティそのものがの起こった結果がどうなるかを直接的に議論するのは、個人個人今思っている知識に基づくバイアスがかかって、それに基づくこう主張だけになってしまうので、あまり、建設的ではないかな。それよりもシンギュラリティを引き起こすような前提条件が何であるかということを理解して、でその前提条件の変化が最終的にそこに行き着くのだとすれば、それ以前に起こる変化もそれに起因することが多いわけですね。なのでそこを理解することで議論が深まるんじゃないかと思ってます。キーワード3つ私から挙げると、エクスポネンシャルに物事が変化していく、指数関数的に変わるということ、もう一つは人間と AI ロボティクスが融合する、セパレートした対象としてではなくて融合した状態で変化が起こる、それから再帰性、この再帰性というのはちょっと議論があるかと思いますけども、改良した自分を自分が作るというリカーシブなことが起こり始めるということに対して、それの制御可能性みたいなことが本来シンギュラリティの議論の中心にあってしかるべきではないかと私自身は思っています。まあいずれにせよ今日はそういうことが社会技術ビジネスに対してどういう変化を時系列的に起こしていくのか、それに対して我々どんなことをしていけばいいのかというのを少しでも議論できれば、短い時間でありますけれども議論できればというふうに思って今日の会を設定したということになります。今日のプログラムについて私の方から再度ご紹介させていただきます。私の開会挨拶の後、シンギュラリティ大学の活動についてジョバンさんからお話しいただいて、その後大沢さんから若手の会の活動、それから若手の会から見たシンギュラリティについて語っていただいた後、さらに、ビジネス技術行政という視点から
シンギュラリティをどのように見ているか、どのように変化が起こっていくのか、あるいは、まあ、もう少しその技術とシンギュラリティの関係性について、それぞれのところではどういうところ、どういう点がポイントなのかみたいなことをお話しいただいて、最後パネルで、少しフリーに皆さんからも意見をいただきながら進めていければと思っております。で、今日はあの年明け2週目の土曜日、最初も申し上げましたけど、まだあのお正月も明けきってない気持ちの中ではありますが、深い議論をぜひ皆さんと一緒にできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。